韓国国内での新型コロナウイルス感染者が新たに2人確認され、現時点で計18人となった。疾病管理本部は5日午前、韓国での感染者が新たに2人確認されたと発表。疾病管理本部は、感染者に関する具体的な感染経路について、午後2時より会見を行う予定だ。 17番目の感染者は出張で去る1月18日から24日までシンガポールを訪問。この際に出席したイベントの中にマレーシア人の感染者がいたとの連絡を受け、去る4日に検査を受けたという。この結果、陽性であることが分かった。また、18番目の感染者は16番目の感染者の娘で、 隔離中に検査が行われた。光州保健環境研究院で実施した検査の結果、この女性も5日に陽性であることが分かった。